どうもお疲れ様でございます。今回のね Google マップなんですけども、東京から滋賀県まで行こうとするとどんな方法があっていくらぐらい費用がかかるのかなってことをねざっくり計算してみようかと思います。東京がこちらですね、花の都大東京ということで並みいるな地区が並んでますね。それから滋賀県っていうのは琵琶湖のある京都の近くでございます。ここも首都の古都京都のねお膝元ということですよね。滋賀県、この大きな琵琶湖がここにありますね。琵琶湖についてまたねなんか独特のこの都市伝説などをね拾ってみたいと思いますけども、ピエリ森山ってのはここにありますね。私の動画特集しましたけども、大津市ってのはこの辺りですか。はい、どのぐらいの費用になるのか、それから所要時間とかね各種条件などをちょっと比較してみようかと思います。それではね Google のジェミニの方に私の方から問い合わせをしました。東京都内から滋賀県大津市へのアクセス方法比較、これを教えてくださいということです。回答としてはね、東京都内から滋賀県大津市への移動手段は新幹線、在来線、高速バスなどいくつかの選択肢がありますと。それぞれの所要時間、費用、メリット、デメリットを比較し、ご自身の旅行プランに合った適切な移動手段を選びましょうとありますね。新幹線ね、だいたい料金1万円ぐらいって書いてますね。まあ新幹線の駅に行くまでと、あとはね新幹線を降りてから現場に行くまでの交通費とかもありますんで、そこもね考えておかなくてはなりません。それから在来線、時間はかかりますけども料金がだいたい半分ぐらいになるっていう試算です。さらに高速バスなんですけども、 4,5 時間と最も時間はかかるゆったりバスの旅になりますが、料金は最も安くなりますね。こういうふうにまとめられております。はい、ご自身の優先順位を決めてどの交通手段を選ぶかにたどり着くと思いますね。車窓から風景を楽しみたい場合は在来線や高速バスがおすすめとなってます。まあバスが出てるのはね、もし時間が合えばありがたいですよね。はい、じゃああとはですねこちらの音声によって読み上げてもらいますのでよろしくお願いします。それでは一旦失礼します。東京都内から滋賀県大津市へのアクセス方法比較。東京都内から滋賀県大津市への移動手段は新幹線、在来線、高速バスなどいくつかの選択肢があります。それぞれの所要時間、費用、メリット・デメリットを比較し、ご自身の旅行プランに合った最適な移動手段を選びましょう。1、新幹線、メリット、最速、東京駅から大津駅までは、新幹線のぞみ号で最短1時間30分程度と、他の交通手段と比較して圧倒的に速いです。快適性、座席が広く、快適に移動できます。自由席、指定席の選択、状況に合わせて自由席や指定席を選ぶことができます。デメリット、費用、新幹線は他の交通手段と比較して費用が高めです。予約、特に繁忙期には指定席の予約が難しい場合があります。所要時間と料金の目安、東京駅、新大阪駅、約2時間30分、新大阪駅、大津駅、約30分、在来線に乗り換え。料金、1万円から、時期や座席の種類によって変動。2、在来線、メリット、費用、新幹線に比べて費用を抑えられます。風景を楽しめる、車窓から日本の風景を楽しむことができます。デメリット、所要時間、新幹線に比べて時間がかかります。乗り換え、複数回乗り換えが必要な場合もあります。所要時間と料金の目安、東京駅、京都駅、約2時間30分から3時間、京都駅、大津駅、約30分、料金5000円から、時期や列車の種類によって変動。3、高速バス、メリット、費用、新幹線や在来線に比べて最も費用を抑えられます。座席の広さ、夜行バスなど座席が広いバスもあります。デメリット、所要時間、
新幹線や在来線に比べて時間がかかります。疲労、長時間の移動となるため疲労がたまる場合があります。所要時間と料金の目安、約4時間から5時間、料金3000円から。まとめ、移動手段、所要時間、費用、メリット、デメリット。新幹線、最短1時間30分、高、早い、快適、高価、予約が必要。在来線、約2時間30分から3時間、中、費用を抑えられる、風景を楽しめる、時間がかかる、乗り換えが多い。高速バス、約4時間から5時間、安、費用が安い、時間がかかる、疲労がたまる。どの交通手段を選ぶかは、ご自身の優先順位によって異なります。時間、できるだけ早く大津に着きたい場合は、新幹線がおすすめです。費用を抑えたい場合は、高速バスがおすすめです。快適性、快適に移動したい場合は、新幹線がおすすめです。景色、車窓から風景を楽しみたい場合は、在来線や高速バスがおすすめです。その他、季節、混雑状況は季節によって異なります。特にゴールデンウィークや夏休み期間中は、新幹線や高速バスの予約が取りづらい場合があります。荷物の量が多い場合は、新幹線や在来線の方が便利です。乗り心地、乗り物酔いをしやすい方は、新幹線や在来線の方が揺れが少ないためおすすめです。ご自身の旅行プランに合わせて最適な交通手段を選んでください。さらに詳しい情報を知りたい場合は以下の情報を教えてください。出発地、東京都内のどこから出発しますか？到着地、大津市内のどこに到着しますか？出発日、いつ出発しますか？優先事項、何を優先しますか？時間、費用、快適性など、この情報に基づいて、より具体的なアドバイスをすることができます。